サムツェ県は、ブータン西部の県。県とはサムツェ。2013年の人口は68,579人。かつてのサムツェ県は、山岳ブータン人が、低地の熱帯病を恐れたために人口が少なかった。20世紀前期、多くのネパール人が、森林伐採のために導入された。国内最大の新聞のクエンセルによると、人口増加によって、サムツェ県では、 住宅不足が起きている。サムテンはあまり知られていない2500人ほどのロプ人の故郷でもある。ブータン人はロプ人をチベット人が移住する前からいる原住民と認識している。ロプ人はアニミズムを信仰し、交際とこで結婚し、独特な埋葬習慣を持つ。サムテンは 1900年代初頭1960年代までこの地方を統治したクルングカジェケの故郷でもある。サムテ県ではローツンパ人がネパール語を用いる。東部には国語であるゾンカ語を話す住民が住んでいる。サムテ県にはネパール人やゾンカ語話者が訪れる以前から住んでいる原住民が存在する。北東部では2000人ほどがレプチャ語を用いる。 自家県との境界では2500人ほどがロプ号を用いる。サムテ県では活石やドロマイトが豊富に採れる。カルダモンやミカンが主要な換金作物だが、ほとんどの農家は自給農業を行っている。バラムラは国内最大のカルダモン生産量を誇る。サムテ教育大学はブータン王立大学の一部である。面積は 約1500平方キロメートルでシンガポールの2倍弱である。西にインドのシッキム州、南に西ベンガル州と接する。国内では派遣、地カ県と接する。サムテ県は15の村に分かれる。サムテ県と地カ県はブータンでは珍しく長寿保護区がない。1960年代にはブータン南部の多くが保護区になったが、後に解除された。 ありがとうございます。